東さん、八神が怪盗も一緒です。どういうつもりですか、怪盗さん。抜き打ちで押しかけてきたのはそっちが先だろ。何の用だっつってんだよ。東、お前赤鼻を殺したか。あ、1年前松金組に押し入った拳銃強盗だよ。そいつから1億回収したのはお前だったよな。でもちょうどその頃、赤鼻の死体を見たって人間がいる。撃ち殺されて下水に沈んでた。東さん、黙れよ、人聞きの悪い。本当にお前が赤鼻を殺したのか。どうなんだ東。あん時俺は兄貴を助けたかったんですよ。金さえ取り返せば波紋も取り消せるって。そのためなら何だってやる覚悟でした。なのに今は怪盗の兄貴に銃向けんのか。うるせえ。俺とターボを殺す覚悟ができたってことか。あんたの銃、俺ら全員の口塞ぐには弾が足りんな。何？このてめえ赤身、何やってんだ。行けよお前ら。じいさんたち外出てろ。ぶっ殺すよ。やっと俺の出番だな、タボ。ああ、給料分は頼むよ。おっしゃ。Oh, my God.